今回は、一口馬主クラブ、インジェルサラブレッドクラブから、2024年度募集、注目血統馬参戦を、現役インジェル会員が勝手に紹介します。なお、注意点はこちら。本動画には個人的主観が多分に含まれます。また、出資は自己責任、自己判断でお願いします。一頭目は、シュガーハートの23。性別、オス。生年月日、2023年4月29日。父、コントレイル。母父、桜爆心王。生産者、柳川牧場。厩舎、清水久志。本馬の注目ポイントは、言わずもがな、血統。兄弟に、湘南バッハ。エブリワンブラック。シュガー君。そして北さんブラック。と、とんでもない兄弟を持つ。期待せざるを得ない血統。さらに本馬の父は、この世代が初年度となる、コントレイル。そして本馬は初年度世代のボバ。となると、少し気が早いが、主ボバ価値あり。そういう意味では、夢のある募集馬と言える。注目ポイント二つ目は、所属厩舎。あの北さんブラックを育てた清水厩舎に予託予定。他に、シュガー君も清水厩舎で結果を残しており、シュガーハートの子は熟知している模様。これは心強い。さらにインゼルの主戦は竹豊騎手。となると、シュガー君同様、北さんコンビ再び。やはり夢のある、募集馬。ただ、謎ポイントを一つ挙げると、そもそもなぜインゼルで募集されることになったのか。こんな超量欠馬がクラブへ。出来や体質に何か問題があるのでは、と勘ぐってしまう。遅生まれであることも、少し気になる。また、本馬には懸念材料があり、それは、高齢出産のため、体質注意。誰もが認める超量欠馬。クラブに来た経緯を知りたい。二頭目は、マスターワークの23。性別、メス。生年月日、2023年4月20日。父、シスキン。母父、大和メジャー。生産者、白老ファーム。厩舎、海老名正義。母は現役時代、中央二勝。おじに、メートルダール。本馬の父は、シスキン。三駆頭数が少ないものの、滑り出し好調。本馬の注目ポイントは、インゼル関東馬、強い説。二世代の中央勝ち上がり率は、なんと 100%。このことについては、別動画で考察しているので、気になった方はチェックしてください。この流れを信じるなら、勝ち上がりは間違いなし。ただ、本馬にも謎ポイントがあり、それは、母馬キャロット馬、であること。となると、なぜインゼルで募集されることになったのか。やはりこちらも、何かしら問題を抱えているのでは、と勘ぐってしまう。ちなみに本馬も遅生まれ。シスキン牝馬。キャロットではなくインゼルに来た理由は何か。三頭目は、エルパンドールの23。性別、メス。生年月日、2023年2月27日。父、ナダル。母父、ネオユニバース。生産者、キネウス牧場。厩舎、C・広文。母は現役時代、中央と地方で勝利。兄弟に、カイザーブリッツ。エピファドール。ベルピルエット。本馬の注目ポイントは、血統。おばに、アイアンテイラー。近親に、ルヴァンスレイブ。中和ウィザード。と、完全なるダート一族。そして本馬の父は、雄大な馬体を持つ、ナダル。初年度3区が、ダート中心に活躍中。となると、本馬もダートで期待したくなる。個人的に、エピファドールよりもダートに振り切った血統は好感が持てる。懸念材料を一つ挙げるなら、牝馬のダート血統。ダート一族。馬格に注目。以上、一口馬主クラブ。
インゼルサラブレッドクラブから。2024年度募集、注目決闘馬参戦の紹介、でした。